はい、コナンです。妖怪ウォッチぷにぷにやっていきたいと思います。本日アプリの更新がありました。今日はですね、次のイベント、12月前半イベントのね、話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。皆さん、次のイベント何だと思いますでしょうか？今やっているね、モンストイベントが、まだね、何日かあるんで、ちょっとね、気が早いんですけども、もうすぐ始まりますよ。期間はですね、12月1日日曜日から12月15日日曜日までということで、もうね、このサムネを見ただけで、勘がいい人はね、あれかってね、思った人も多いんじゃないかと思います。僕はですね、妖怪ウォッチぷにぷに Android 版でね、やっているんですけども、本日アプリの更新がありました。そこでですね、更新内容ね、確認していきましょうか。今後開催予定のイベント対応ということで、安心してください。次のイベントもちろんありますよ。この後ね、すぐ始まります。そしてアプリアイコンの変更、確かにね、アイコン変わっています。コラボアイコンから通常の妖怪ウォッチぷにぷにのアイコンに変わりました。そしてその他不具合の修正、これはいっぱいありすぎてね、書ききれませんよ。アプリアイコンなんですけども、左側のね、通常のね、アイコンに戻りました。次のイベントね、映画との連動イベントじゃないか、そういうね、予想を立てている人もね、結構いたかと思うんですけども、僕もね、かなりその可能性あるかなと思っていました。だがしかし、映画とのね、連動イベントの場合には、アイコンがですね、いつもこの連動、映画連動イベントと書いたアイコンになります。それがなっていないっていうことは、やはり次は通常業務の可能性が高い。となると、12月前半イベントは何なのか。12月といったらやっぱりこれか。クリスマスイベント、過去にもですね、プレゼント収集大作戦、おはじきバトル、気まぐれゲートとね、ありました。じゃあ次は一体何なのか。過去のイベントね、サクッとね、見ていきます。2016年12月1日初のクリスマスイベントはですね、プレゼント収集大作戦ということで、3チームに分かれてプレゼントをね、奪い合いました。ポイント玉をね、壊すパターンですね。そして各自ステージの強敵枠にはコマサンタが登場ということで、その他にもね、ガチャからコマジローサンタ、コマサンタとね、サンタ妖怪がいっぱい出てきたと。2017年12月1日はですね、聖夜のおはじきバトルということで、おはじきバトル、そして極吹雪姫、キラコマサンタ、ヤマトボケルなどもね、出てきました。でもね、さすがに3連チャンおはじきはね、ないかなと思います。運営のことなんで分かんないけどね、もうこれからイベントはさ、全ておはじき可能性あるよ。ちょっとどうする、これからずっとおはじきだったらぷにぷにできないじゃねえか。2018年12月1日はですね、気まぐれゲート、冬にゃサンタを探せということで、気まぐれゲートイベント、 Y ポイントがむっちゃ稼げる。最近は稼げませんけども、強敵枠はですね、冬にゃサンタが出てきました。だから久しぶりにね、気まぐれゲートはありかなっていう気がするよね。プレゼントのままね、ぜひとも出してほしい。ということで、改めてイベントデータベースを確認していくと、最近来ていない気まぐれゲート、もしくはマップのお宝集め、Y メタル制作、もしくはもう連続おはじき、この辺りじゃないかと思います。どのイベントが来ても楽しければいいんですけども、気まぐれゲートということにしておきましょうか。多分みんなこれが一番来てほしいよね。日本全国こまみ探しの旅となると、やっぱりクリスマスイベント一番気になるのはサンタ枠が何なのか。サンタ枠ってなんだよ。要するにね、妖怪がですね、サンタのコスプレをする。これ何が来るのか。今までいろいろ来ました。過去に来たね、サンタコスプレとしては、ジバニャンサンタ、そして冬ニャンサンタ、吹雪姫サンタ。この中だとね、僕は吹雪姫サンタがね、一番大好きです。可愛いよね。コマサンタ、サンタクローシ、これはちょっと違うかっていう気はするけど、あとコマジローサンタ、どれもですね、非常に使える妖怪です。ちまつり、ちょっとね、これもサンタとは違うんだけど、クリスマスイベントで、ツリーつながりということで、ちまつり来ました。ウィスパーサンタ、そしてフクロジジイ、これもちょっと違うかなっていう気がするけど、若干顔がね、サンタさんに似てるんで、サンタ系としてね、今回もしかしたら復刻で来るかもしれません。となると一番気になる次の3多枠は何なのか、皆さん何が来てほしいと思いますでしょうか。もうね、最近はね、いろんな妖怪がたくさん出てきて、もうランク随も出てきたしね。なのでどれがさ3多に来るか、どれが来ても不思議じゃないよね。もちろん3多枠来るとしたらランクはね、かなり高い SSS ランクもしくはランク随でね来る目玉キャラとしてね来るんじゃないかと思います。で、僕の方でですね、まあいろんな噂とかも総合して、おそらくこれが3多枠として来るんじゃないかっていうね候補をねいくつか挙げました。ちょっとね紹介していきます。 SSS ランクカチカチサンタ、カチカチ鎖姫がサンタのコスプレしています。そしてカチカチが来るとするならば、これも一緒に来るでしょう。プニプニサンタ、今年はね本当にプニプニ VS カチカチみたいなプニプニカチカチイベントがねたくさんありました。そしてキャラもいっぱい出てきたということで、これがやっぱサンタになってもさおかしくないよね。若干プニプニ工場長は太りすぎてサンタコスプレ着れてませんけども、まあ帽子だけになっちゃってますけども、来るかもしれません。白クマサンタ、これもね来たら可愛いかな、ありかなと思います。ただねランクはあまり高くない、まあ言っても S ランクぐらいかなと思います。ランク随のシュカサンタ、これねなんかワンチャンありそう。まあシュカがねサンタコスプレあるんじゃないの。でもね若干ね似合ってないけどね、吹雪姫みたいに似合ってない、なんか顔が怖いよね。 SSS ランクの不動サンタ、これもねちょっとサンタコスプレのねイメージが全然湧かないんだけど、まあ、不動明王たくさん出てきたんで来る可能性がある。そして不動サンタが来るということは不動サンタ10もねセットで来るんじゃないの。もちろんねジャもありますよ、ボーイもあります、まあ、全部ねセットで来る可能性あるよね。ランク随のヤシャサンタ、ランク随といったらヤシャエンマ、そしてヤシャエンマサンタコスプレするんです。 SSS ランクのヒノサンタ、これはねちょっとどうかなっていう気はする。ヒノさんサンタになるかね、どうなんでしょうね。まあでもね来たらかなり強い SSS ランクあたりで来る可能性ある。まあ今までねランクの高い妖怪ばかりで来ましたけども、そうとも限らないよね。今まではランクの低い妖怪だけどサンタ枠になって一気にランクが上がる、そんなパターンねあるんじゃないかと思います。花子サンタ SSS ランク、これ意外とさサンタコスプレ似合うよね、ありだよね。寸胴サンタランク随プラス、まあノーマルのね寸胴丸はランク C なんですけども、まあサンタ枠ということで、まあ、ランク随のさらにちょっと上ぐらいでね来そうな気がする。若干このサンタコスプレへそが出てる、若干ちょっとサイズがちっちゃいんですけども、これ来る可能性あるよ。今回のさ気まぐれゲートのレベル7まで倒す寸胴丸、寸胴丸サンタ可能性あるよね。さあ皆さんはね今回のイベント3多枠何が来ると思いますでしょうか。ちょっとねコメント欄で教えてほしいなと思います。まあこんだけ言っててもしかしたらクリスマスイベントじゃないかもしれないからね、まあ分かんないけどね。でやっぱりねクリスマスといったらプレゼントだよね。ちょっと話横道それますけども、プレゼントに選ばれているゲームランキング、こんなのがあったんで見ていきたいなと思います。ポケットモンスターソード、これ最近出たばっかでさすごい人気だよね。そして任天堂スイッチの本体ルイージマンション3、マインクラフト、スーパーマリオメーカー2、やっぱりね人気なのは任天堂スイッチのねゲーム、そして本体なのかなっていう気がする。まあ新作も入ってるんだけど、マインクラフトとかさマリオメーカー2みたいに定番の商品もさ結構強いよね。釣りスピリッツ、そして今年は任天堂スイッチライト、これが出たよね。多分ねクリスマスでもどっちかって言ったらね通常の任天堂スイッチよりもこのスイッチライトの方が多分人気かなっていう気がする。やっぱり持ち歩くのにさちっちゃくて軽いし、なんといっても値段がさ安いよね。2万1000円っていうね。マリオソニック、東京オリンピック、そしてリングフィットアドベンチャー、リングフィットアドベンチャーもさ多分プレゼントにね送る人多いんじゃないかと思います。スーパーマリオパーティー、任天堂スイッチライトの新色シアンマゼンダー、これね任天堂うまいよね。クリスマスに合わせて出してきました。あとプロコンもね、まあ、確か値段高いんだけどこれはおすすめです。僕もねプロコン持ってるんだけどジョイコンよりもね全然やりやすい。ディズニーつむつむフェスティバル、スーパーマリオブラザーズ U デラックス。なかなかさ、妖怪ウォッチ4プラプラとか出てこないよね。すみっこ暮らし今ねすごい人気です。あと任天堂ラボ、太鼓の達人、そしてジョイコンと、あとフォートナイトがねスイッチ版パッケージでさ出てるんだよね。あとね、ゲーム以外にね何がね人気なのかちょっとランキング見ていきたいと思います。1位はこれは昔からねほんと定番です、レゴブロック。そして2位に仮面ライダー来たよ、仮面ライダーのベルト。これもね昔から定番だよね。もう仮面ライダーの変身ベルトさすっごい人気なんで、このクリスマスシーズンになるとなかなか手に入らない。そして転売屋が出てくる。転売屋がさ、この定価7600円なんだけど、今ね Amazon で5000円で売ってるんだけど、クリスマスが近くなるとさこれが1万円とかさ、ほんと転売屋はねやめてほしい。あとレゴと、そしてここでもすみっこ暮らしねほんと人気だよね。今映画もやってますけども、僕ねこのすみっこ暮らし映画はね見に行きたいと思ってます。さあ皆さんはねクリスマスプレゼント何もらう予定でしょうか。それもねちょっとコメント欄で教えてほしいなと思います。僕はどうしようかな、まあ、欲しいもんいっぱいあるんだけど、プレイステーション4を持ってないんでプレステ4が欲しいかな。でもねもうすぐプレステ5が出るしね、これもね非常に悩みどころです。